なんか、ツイッターで見かけたんで、どうせなら動画にしようかなと思って、もうすぐに動画化するの良くないと思うんだけど、いや、俺はするよ。あなたを浴衣女子か。ということでね、早速やっていきましょうか。可愛い女の子になったあなた。明日は浴衣デート。何色の浴衣着ていく？ってことで、水色、ピンク、黒、白、赤、紫、紺、青、それ以外？それ以外何？ローランド？俺かそれ以外かみたいな。浴衣は着ないわ。もうそれ趣旨が違う。もう企画倒れだろうが。じゃあ、浴衣は着ないで。一目惚れってしたことある？一目惚れはないですね。この中であなたに一番当てはまるものを直感で選んでね。感情的、慎重、純粋、感性が鋭い、能天気、我が強い、夢見がち、物静か、どれもピンとこない。能天気なんじゃないかなと。あなたはどっちが好き？伏線がすごくて考察がはかどる作品、ワンピースみたいな感じ？でも分かりやすくて見やすい方かなって思うんですよね。友達5人とカラオケに来たよ。祭りは？やっぱ祭りはやめてカラオケ行こうよってなったの？これ。何これ上の。じゃあこれ。浴衣女子化はどうしたの？1番目トップバッター。2番目可もなく不可もなく。3番目真ん中。4番目ちょうどいい打順。いや、野球やってんの？ホームランを打たないといけないの？これ。5番目鳥で盛り上げる。大鳥はちょっと飾れないかな。カラオケは行かない。もうね、もう、ね、もう参加しない。もうただのネクラ。しょうがない。私がホームラン打って差し上げますかと。うおー！白女子。違う、違う。白女子。ひょっとこ、白衣女子化させると、白女子、無垢で無邪気な少女。いいじゃん。無垢で無邪気だって。純粋で何色にも染まらない。性善説で生きて、簡単に人を信じる性格。故に危うい。ああ、確かに。この間も友達に、あのさ、事故っちゃってさ、ここに振り込んでくんない？みたいな。そんな大金あったら逆にくれ！あと、お前ひょっとこ、浴衣着ないんじゃないんかいって。やっぱり私も着たくなっちゃった、じゃねえんだよ。まあ似合ってるけどね。